あ、あ、やっちまった。どうも皆さん、こんばんは。スゴリタ先生でございます。こんばんは、嫁です。はいはいはい。先日私ですね、ロッキンジャパンの初日に行ってきたと思うんですけれども、その説は行かせていただいて、どうもありがとうございました。うん、まだプレゼント買ってもらってないな。え、いや、まあまあ、それはまあ、おいおいおいでさ、俺ロッキンジャパンでね、一つ買えてないものがあるんだよ。それがね、メロン丸ごとクリームソーダです。知ってる？知ってる。メロンのやつでしょ。そうそう、まあまあタイトル言ってるけど、まあ、そのメロンがね、丸ごと乗っかって、その中にソーダとアイスが乗っかってるやつなんですよ。あれがね、すごい列だったわけで、それをね見た時に、ああ、これはもう無理だなと思って諦めたわけです。ただ面倒くさかっただけでしょいや、じゃあ面倒くさかったし、アーティストの人がいっぱい、とにかくだ、俺思ったんだけど、あれね多分家で作れるよ。でしょ。うん、簡単そうじゃね。簡単そうでしょ。ということで、今回はそちらをベシッと作っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。レッツーゴーゴー。はい、というわけで、じゃあ早速作っていきたいと思います。まずね、このメロンはね、調べたところ凍らせるらしいんですよ。なので上をくり抜いて凍らせて、そこにアイスとソーダを入れていきたいと思います。じゃあ切ってください。え、私が切るの？うん、お願いしてもいいですか？ここ違うな、上っぽかったよ。見たことないからわかんない。上を切っていきます。はいはい。このくらいでいいのかな。うん、多分。あ、硬いはい。おお、綺麗じゃん。綺麗ねえ。くり抜く種の部分だけくり抜いていきます。あ、いいですね。こっちは？そこに切り目が入るらしいよ。うーん、なんか地味だね地味。料理っていうのはこういうもんだよ。でもね、これほんとすごい列だったよ。ツイッターでさ、どこに売ってるんだろうってわかんないから教えてもらったんだよ。みんなすごい詳しくってさ、見たらさ、もう無理だよね。バンド見なきゃいけないのにさ、あれも並んであれも食ってなんて、一人じゃ無理だよ。いくらで売ってるんだっけ？これ900円だよ。これ900円でさ、元取れるんかな？羽出しメロンとかそんな感じなのかな。あ、そうかもね。あ、でも確かに構造上こうなるわな。うんうん。こんな感じで中がすごい空洞になるよ。綺麗に取れたね。美味しそう。てかメロンの時点ですでにうまいからな。そういえば皆さん、メロンの思い出ってありますか？何？メロンの思い出？特にないけど、メロンの思い出なんて。でもなんかさ、メロンって高級なイメージあるよね。やっぱ日本人だけなのかな、うん、それ。メロン派とスイカ派って分かれない？嘘。メロン派っていうのはさ、もうさ、高級な食べ物っていうから派とかじゃないんじゃないの？なんか問答無用に滅多に食べられないものっていうイメージがある。千引き屋のイメージが強いからなのかな。まあね、うん。さあ、なんてくだらない話をしてる間に、だいたい取れたんじゃね？綺麗だよね、うん。これを凍らせるらしいんだけど、凍らせると周りがもう硬くなっちゃうから食べにくいじゃん。だからね、周りにね、切り込みを入れるらしい。もうほんと想像で今作ってるからね。想像の産物だけど。こんなんだろうね、きっとね。でもメロンってさ、皮が硬いから、思い切っていっても安全だよね。うん、いけるいける。大丈夫大丈夫。失敗しなそう。一個ちょうだい？え？一個しかないから。やつで分けよう。なんかそれっぽいよ。うんね。いや、わかんねえ。俺も誰かに見せてもらえばよかったんだけどさ、その勇気がなかった。やべえやつだって思われるよね、うん、やばい人だなって思う。はい、綺麗にカットできました。これを凍らせます。じゃあラップをかけます。いいね。多分このまま行くと汁がものすげえ出るんじゃねえかっていう話になったので、ビニール袋を入れます。よいしょ。さよならメロンさよならってか、また会う日まででしょ。はい、じゃあそれではしばし凍るまで冷やします。はいはい。というわけで、ビシッと凍らせましたよ、メロン。それがこちらです。バイーンと。よくわかんねえな。うんとりあえずちょっと開けてみよっか。ほい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 。さあ、いでよ、俺の凍らせちゃったメロンのペーほう。これも取ってほいよー。あら、あれ、こんな感じ。いやこれ凍りすぎじゃねえか。カッチカチだぞ。これなんか液体窒素で凍らせたバナナ並みにすげえカチカチになってるぞ。狂気だねこれ狂気。確かにこれでガンってできるわ。ちょっと凍らせすぎちゃったかもしんないな。ソーダ入れれば大丈夫だよ。まあ、そっか、ソーダ入れてみるか。ちょっと下が動くのでですね、こんなおどんぶりタイプに入れてみました。じゃあ早速だけど、ソーダを入れていきたいと思います。入れるソーダは至ってシンプル、三ツ矢サイダーですよ。ソーダ投入。うわ、意外と入らねえぞ。でも泡がほら、あ、そっか。
これ正しいのかな。でもこんな感じなんだろうね。俺も食べたことないからわかんないけど。いいんじゃん、ほら。で、アイスを乗っけてみたいと思います。で、アイスはもちろん、スーパーカップですよ。これでしょ。ただちょっと丸くくり抜く機械がないからうまくできないかもしんないけど、まあ、ちょっと可能な限り形を整えてね。じゃあアイス乗っけまーす。あ、あ、やっちまった。全部取れた。ちょっと。あちょっと。もう一回次出すわ。それっぽい多分、アイスの形はすごい悪いけど、完成です。食べてみましょう。はい、というわけで完成いたしました。こちらがですね、メロン丸ごとクリームソーダでございます。どう？滑るねそう、さっきから何回も何回も転んで下がソーダだらけになってますけれども、とりあえずね、食べていきたいと思います。三ツ矢サイダーただの本当？アイスは？うん、スーパーカップそれぞれ単体の味？うん、うん、わー、スーパーカップ美味しいソーダすぐなくなっちゃうんだ。ソーダすぐなくなっちゃうな。これ本当にこんな感じなのかな。もっとくり抜いてあるのかもよ。そうだよね、もっとくり抜いてんだよきっと。周り食べて、切り込み入れたから食べられるはず。採掘作業してみて遺跡の発掘でしょ。そう、なんか普通に食べた方が美味しいかな。そんなこと言わないで。アイスでしょ。よくわかんねえ。メロンの味する？うん、するするする。あ、でもすごいさ、削れるね。削れる削れる、本当に。でもね、うまいよ。味っていうか見かけはかなり悪いけど、味は一緒。多分こんな感じだろうな、想像はつく。シャリシャリのね、メロンなんだよね。そのシャリシャリとソーダがすごい絡み合って、メロンソーダ好きな人いっぱいいると思うんだけど、喫茶店とかに出てくる安っぽいメロンソーダとかじゃなくて、本当にメロンだから豪華。口の中がね、北海道みたいな夕張メロン的な。ちょっと無理があるかでも家で簡単に作れるわ。これ3時間もあれば余裕でできるね。もっとか。当日暑い中並ぶのがね、うん、大変だから、食べれなかった人はお家でやってみてもいいかもしれない、うん、ね、意外と簡単。ただやる時にはですね、舌もね水平に切った方がいいよ。転んで大変だから、うん、俺もうこの舌がね、ソーダだらけになって大変なんだけど、でも楽しかったわ。うん、うん、すごく楽しい。ぜひ皆様やってみてくださいませ。やってみてください。何やってみてください。はい、ということで以上、今回はメロン丸ごとクリームソーダを作ってみたという動画でございました。見かけはねあれかもしれないですけど、自分でもできるっていうことですよ。今後もいろんな動画出していきますので、皆様お楽しみに。さあ、今回の動画いかがだったでしょうか。ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。くださいね。